皆さんこんにちは。今回は、起源モチーフの誤植で少し話題になったカカロの解説です。どちらかといえば、その話題性の話を持ってきたかったので、コンボや武器、音材選び等の参考にしてください。ってことで、まずは誤植についてから説明します。起源のモチーフなんですが、はい、全属性ダメバフはいいとして、変装スキル、共鳴スキルをトリガーに銃撃ダメージがアップすると書かれているんですが、実際は、共鳴解放が正しい表記となりますね。ワディ氏は160個配られるようです。交互期待。で、期待値とかの話を考えていくんですが、英語圏のサイトで今回の騒動が原因でないのですが、期待値に入れ替えが起こっていました。ただ、これは詳細を確認したところ、音材がフルートのやつから雷札へ変更されていたようで、そもそも英語圏ってこともあり誤植は関係なさそうです。CBT2 の段階では、フルートの音材が最適であったようで、オープン版での変更を考慮した結果、最適が入れ替わりその都合のようです。また、エネルギー面でのナーフが入っていたようで、そこも影響しているようです。国内でも名前は聞いたことあるサイトだと思うので、少なくとも誤植ではない、計算結果調整、って感じです。ちなみに、英語圏は英語圏で別の誤植があったようで、下から2番目、人事共鳴エネルギーって日本語だとなっているんですが、英語版では、下から2番目、4番目。どちらも、コンエナジーとなっていて。このことも原因の一つらしいですね。一応中国圏の方の計算となっていて、音材は雷節、編成はインリンベリーナカカロの想定です。ただ、共鳴効率については詳細が書かれてなかったので、差は縮まるかも、って感じですかね。究極的に言えば、共鳴効率の価値次第なところだと思います。名調は必ずしも決まったローテーションで戦うことはあんまりできないので。実際、新党とか1周目2周目以降のローテーション。このあたりでは、ちょっと殴って回避するとかもあるので。少なくとも、大きく劣化するということはないと思います。また、基本的には回心がついているだけで汎用性自体はある程度保証されます。ですので、引いたからといってそこまで落ち込む必要はないかな。そして、別の方は、工場の方がおすすめ度は高いが、そもそも差は小さく、会心ステータスを補わないといけない。だから、プレイングにもよって、需要は変わってくる、とのことかな。少なくとも、星4よりは強く、工場より少し低い、程度の評価ですね。ちなみに、中国全社のコンボはこのコンボが記載されていました。カカロのコンボだけ実際にやってみるとこんな感じで合ってるはずです。まず銃撃をスキルの硬直でキャンセルします。これは、電動後の銃撃スキルトリガー用なので、命中しなくていいです、というか計算シートでは0ダメージ扱いでした。その後、1回目の通常コンボですが、突進しきる前にスキル使います。理由の一つにスキルの2回目の入力 CT に間に合わせたいからです。2つ目は知りません。そして、2周目の通常コンボは完走して、スキルが通常のリキャストに間に合います。その後銃撃を使って、申し訳程度に設置してキャラチェンジ。できていなかったらコメントください。多分これで合っているはずかな。解放後の最初のスキルのタイミングだけがちょっと難しいですね。一応一般用コンボです。解放した後、通常を2セット、3セット目で1攻撃して、音材出してチェンジです。困ったらこのコンボをするのがいいと思います。内容もかなりシンプルで、誰でも扱いやすいでしょう。続いて、スワップを挟むことが可能です。発動後、銃撃撃った後、カブト割りするんですが、この一瞬でキャラチェンジが可能です。即チェンジするとギリギリコンボが繋がるので、合間に別キャラを挟むことが可能です。インリンが挟むとすごいらしい、です。最後音材ミスったけど、まあ重要な部分はできてたのよし。とりあえず、カカロの共鳴効率をどの程度求めるか、でも変わってきそうですね。一応大安定の目標としては、効率 30% 程度となります。ここまで少し盛りづらいので、整えた結果、工場星5が高い、という風になったのが英語圏かと思います。それでは、カカロの解説基本事項から進めます。誤植があったので、使ってる人向けに解説しました。では、ここから簡単な基礎事項ですが、基本的には共鳴解放して自己強化して戦うキャラクターですね。スキルは、3回まで入力が可能となっていて、命中時にスタックを獲得します。そして、共鳴解放は自己強化で通常攻撃が変化します。実質通常が6段階の攻撃となります。長押しって書いてますが、勝手に連打してたら長押し判定になってる気がする。ってことで、大体こんな感じ、ですね。
続いて、スキルの3連打後の強化銃撃についてですが、こちらはスワップに対応しています。発動後にキャラチェンジすれば勝手に乾燥してくれます。一応音材の雷節の鱗についてです。二段入力に一応対応してます。失格までが一応1セットですかね。スキル育成については、回路、解放、スキル、変装、通常。この順番で育成がおすすめですね。固有スキルは、通常時の強化銃撃を使うと解放ダメージアップ。解放時の強化攻撃を使うと、非ダメージがダウンします。ゴリゴリ殴っていきたいキャラになるので、嬉しい要素ですね。武器については、共鳴効率が欲しいなら工場星号。共鳴解放ダメージも上げることが可能です。会心が欲しいなら、起源モチーフですね。条件は共鳴スキルではなく、共鳴解放なので。共鳴解放中の銃撃ダメージは、共鳴解放ダメージとみなされるので、銃撃アップの恩恵は使い方次第では低いですね。少なくとも2層で使うことはかなり厳しいでしょう。大体変装スキル込みの1層が多いと思います。あとは、星4ならもちろんラジオの会心武器がおすすめ。他の星4だと、こちらの逆光の星をおすすめします。他にないなら単造を選んでもいいかも。ただ、作るのに時間がどちらかといえばかかりそうなのと。ただ、共鳴効率がついているのでそこは便利だと思います。続いて、音材です。基本的には電動5セットで、攻撃後も候補になります。攻撃後を使う場合は、コンボ最初の銃撃やスキルの儀式はなしで使うことができますね。一応、攻撃後セットを使うなら、マジで、出場タイミングの短期的なダメージとなってしまうので、ガチャガチャキャラを入れ替えるような戦闘、状況が想定される場合は、おとなしく電動後でいいと思います。そして、雷節と運戦の違いについて。まず、羅刹は、最大2回まで攻撃可能で、2回目の攻撃ヒット時に、自分の電動、銃撃、ダメージがアップします。魅力としては、出現時間が短いです。電動ダメージも上がるので、嬉しい要素。そして、運戦は攻撃6段で、恩返としてのダメージはかなり高いんですが、変身時間がかなりかさばります。こちらは、電動、解放ダメージが上がるので、すべてカカロは恩恵が高いんですが、最終段を命中させる必要があるので、ローテーションがどうしてもかさばっちゃうので、プレイング次第。自分の説明しているローテーションは雷節を想定したローテーションを解説してます。続いて、凸についてです。一凸すると、エネルギー回転効率が上がります。ですので、起源モチーフを使いやすくなると思っていいと思います。二凸は変装スキル使用後、スキルダメージアップ。状況次第、運用次第ですかね。ローテーション次第では、あんまり役に立ちませんが、短期とか、ガチャガチャするなら恩恵は高くなるかなと。原神と違い、前提に来るローテーションの影響がかなり高いゲームだと思います。3凸、共鳴解放中ダメバフ、無難にこれはいつでも強い。4凸、全体の電動バフ。隠隣に嬉しい、5凸は変装スキルのみなので局所的。貫凸は無難に強化系。状況次第の2凸、全域嬉しいのは3凸と貫凸ですかね。そして、編成例です。通常バフと短い出場の参加。回復は星4なら逆死ですかね。その場合のコンボ例はこんな感じです。翻訳間違えてなければこのコンボでいけるはずです。参加は銃撃の突進後にチェンジできるから。出場時間を節約できるので、活用しましょう。具体的には2番目の恩返、4番目の銃撃後はスワップポイントです。という具合ですかね。他の候補は関心がおすすめです。関心は共鳴解放バフがあるので、カカロには嬉しいバフとなりますね。ダメージの大部分を占めているのは一応共鳴解放となります。ですので、参加、隠隣、関心あたりから一人がおすすめです。ということで今回はカカロの解説でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。